こんにちは、コスケです。本日なんですが、ちょっと面白いポータブル電源を持ってきております。それが何かというと、じゃん、これなんて言うんだろうね、ブロウェイみたいなブランドのポータブル電源でございます。最近やっぱり普通のポータブル電源じゃなかなか売れないのか、ちょっと変わった機能とか面白い機能がついているポータブル電源増えてきたんですよね。で、これもその一つで、ちょっと前から発売されている製品ではあるんですが、なんと、じゃん。そう、ソーラーパネル一体型のポータブル電源でございます。ポータブル電源としてのスペックはちょっとここに出しておきます。僕もまだこれ使ってないんですが、バッテリータイプはリン酸鉄ですね。最近主流のリン酸鉄です。で、容量が 614.4Wh、 重量が 10.5 なので、やっぱりパネルがついている分ちょっと重たくはなってますね。で、定格出力は 600W まででございます。なので 600W、 まあ 500W クラスのポータブル電源という感じではないでしょうか。寿命は3500サイクルで 80% 以上ということと、動作温度がマイナス20度からとなっていて、結構低温でも使えますね。で、そっか、太陽光パネル開いた時に立てるためのあれだね、支えだね。で、ここにディスプレイがついてますよね。 USB-C と USB Type-A がついてて、コンセントは一つだけですね。で、シガーソケットもついてます。ポータブル電源としての機能を持ちつつ、ソーラーパネルもついているという、そんな製品なんでしょうね。ちょっと早速充電してみましょうか。これどうやって充電するんだろうね。広げて太陽光当てるだけでいいのかな。やってみよう。これを開いて、で、ここにスタンドがあるんだよね。これだけ？おお、ちょっと待って、充電されてるよ。よっと、ここに表示されてますよね。4W。非常に小さい入力でございますが。4W で入力されてるんじゃないでしょうか。そうだね、こっちが入力でこっちが出力だと思うので、まあ、こんな感じで広げて置いておくだけでどんどん充電されていくという製品になっております。面白い。正直車中泊旅とかで太陽光パネル使うの結構めんどくさかったんですよね。でかいし、こう展開する場所も必要なんで、外に置かなきゃダメだし。でもこれだと普通にドア開けて置いておくだけで充電ができるので。ちなみに今 4W なのは空が曇りだからだと思います。晴れるともうちょっとしっかり充電されるんじゃないかな。で、このパネルの出力ですが、なんかサイズ的には 20W ぐらいに見えるけど、あ、書いてある、ソーラーパネルは 30W だね。30W のソーラーパネルが付属してくるという感じになっております。もちろん容量的にも出力的にも、まあ、600W しか出力できませんし、容量も 600Wh ぐらいなので小型のポータブル電源だと思います。ただあまりたくさんの電気は使わないけど、充電できる場所が少ないので、キャンプ場とか車中泊の時にちょこちょこ充電して使いたいという人には結構いいかもしれないね。なんせお手軽に太陽光で充電が可能です。もちろん災害の時もこれ広げて外に置いておけば多少充電が可能なので楽ですよね。いやいや、面白いね。で、端子部分にはカバーがついているので、アウトドアでは使いやすい感じになってます。で、ここを押すと
AC 出力の電源が入りますね。でここ見て分かる通り AC 出力は 110V なのでちょっと海外仕様にはなってますね。一応日本は 95V から 107V までの間が正常の範囲なので3V ぐらい高くなってます。じゃあ少しポータブル電源としての性能も家に帰ってテストしてみましょうか。いろいろ出力してみたいなと思います。今雲から太陽が出てきたので改めて太陽に向けて置いてみたんですが、きちんと太陽の方に向けると暗くて見えないかな、 20W 弱ぐらいかな、 18、19 ぐらいで充電できてますね。北海道の10月末の昼間ぐらいでこれぐらい充電が可能になっております。さあ本日車中泊しに来てますが、今太陽光パネルを広げて少し充電しております。これそんなに重くないんで、まあ普通に人が座る椅子に乗せられるんですよね。で今夕方なので太陽は割と低い位置にありますね。これを正面から受ける形で充電しております。ちなみに充電量はさすがに夕方ということもあって少なめで 12W ぐらいかな、まあ、スマホの充電ができるぐらいの発電量という感じでしょうか。ちょっとこれで暖房も使ってみようかな。充電しながらも使えるのかな。あ、問題なく動くね。充電しながら出力も可能みたいです。ちょっと面白いところだとこのオーブントースターなんかも普通に使えそうだよね。よっと、出力は弱めにして動かすと問題なく使えてるね。下から熱が出てきております。まあ、単純に加熱するような製品だと全く問題なく使える感じですね。まあでも何よりこれの最大の魅力は割と気軽に持ち出せて気軽に太陽光パネルを広げて充電できるっていうことじゃないでしょうかね。充電スピードはそんなに速くはないですが、お手軽さはかなりのものだと思います。まあ、容量も大きくないですし、充電スピードも、まあ、太陽光パネルのね、出力もそんなに大きくはないので、がっちりポータブル電源というよりも、ちょっと気軽に少しだけ使いたいっていう人には、なかなかいい製品じゃないかなと思います。唯一ネックなのが、AC 出力 110V ということでしょうかね。110V でも使える家電製品で有効かなと思います。ではせっかくなんで出力のテストなんかも少しだけしてみましょうか。まずは 200W の電気ストーブを使ってみたいと思います。これ 110V なので200-230W、 あ、やっぱりそうだね、ちょっと出力は大きめになりますね。今 200W の電気ストーブ使ってますが、だいたい 240W ぐらいになっております。これを400にすると500ワット近い消費になりますね。ただファンの音はかなりというか、ファンの音はしてませんね。かなり静かだと思います。では次は600ワットギリギリ使ってみましょうか。一応設計上は700ワットぐらいまで大丈夫らしいので、今これ600ワットで動かしている電気ファンヒーターですが、700超えた。やっぱりちょっと電圧高めということもあって AC 出力に関してはある程度使える電圧の幅が大きいアダプター付きの製品を使うようにした方がいいかもしれないね。まあ、ただ USB は問題なく使えますし、まあ、何より太陽光とセットになっているというのはなかなか使いやすいんじゃないかなというふうに思います。
AC 出力は使うものをちょっと選ぶという感じでございましょうか。というわけで今回はこの太陽光パネル付きのポータブル電源チェックしてみました。電圧が 100V だったらすごい良かったね。まあ、気軽に充電ができて、かつ持ち運びもなんかトランク型なんでしやすいんですよね。なので USB 目的とか結構使える電圧の幅が広い家電製品、あのアダプター付きのね充電器とかを使う分には全く問題ないんじゃないかなと思います。それ以外の通常の家電製品を使うときはちょっと注意が必要だなという感じになると思います。というわけで今回の動画はこれで終了となります。ちょっと変わったポータブル電源でございました。ではまた次回の動画をお楽しみに。